同じ折り紙でもこちらは少々拡張高く。どうです、今にも動き出しそうなこの姿、もはや芸術の域。これがハサミも使わずたった一枚の紙で折られているなんて信じられますか。このドラゴンを作ったのは月夜が注目する折り紙創作家神谷聡さん26歳。日本よりもむしろ海外で高く評価される神谷さんは折り紙界のカリスマともいえる存在。神谷さんにとっては比較的簡単なティラノサウルス、この完成品本当に一枚の紙でできているのか試しにバラしてもらいました。簡単とはいえ紙を折られた工程は128、間違いなく一枚の紙だ。数ある作品の中で最も完成度が高く神谷さんの代表作とも呼ばれているのがこのスズメバチ。体長およそ11センチ、足の関節まで見事に再現されています。蛇腹折りといわれるお腹の部分、まさしく神業。50センチ四方の紙から折り上げられたこのスズメバチはフランスの超高級ブランドエルメスのショーウィンドウにも飾られたことがあるそうです。こちらは不死鳥フェニックス、伝説の生き物なのにディテールにはものすごいリアリティがある。ひときわ目を引く長い尾を含め全体の長さはおよそ30センチ。それにしても一枚の紙をハサミも使わずにどうやってこんな風に仕上げるんでしょうか。最近の私のやり方だといろんなパーツを作ってそれを正方形の中にいかに収めるかというそういう形になってくるんですが、まあそこで例えばこのパーツとこのパーツをこう並べたらうまくこの線が全部つながったとか、そういったところは非常に面白くて、例えばこのフェニックス、紙の折り跡を見てみるとこんな具合になっています。神谷さんの頭の中にはどこを頭にしてどこを尾にするか折り始める前からその工程が浮かんでいるらしい。ではここで神谷作品がどのように作られるのかその制作工程をご紹介しましょう。ではこの紙を使って今回折ることにしましょう。用意した紙は縦横65センチ、当然完成した作品のイメージを考えて選んだもの。神谷さんはまず丁寧に折り目をつけ始めた。こうして頭の中にある作品の設計図を紙の上に写し替えていくんだそうです。要した時間およそ15分。つけ終わりました。まあ、空想上のモンスターの一種でしょうか。まあいろいろ説明してもらっても素人にはちんぷんかんぷん。でも神谷さんはこれまでに手掛けてきたほとんどの作品の設計図を覚えているそうです。軽く喉を潤して折り紙の神様がいよいよ制作に取り掛かります。ひとたび紙を折り始めると一気呵成。どこの部分？足の指です。足の指、真ん中。そうですね。初めて折り紙に興味を持ったのが3歳の時。以来その魅力に取りつかれ
寝る間も惜しんで折り紙に青春を捧げてきました。少々形が見えてきた。どうやら動物の尻尾のよう。やがて細部が姿を現し始めます。これは先ほどの足の部分か。一瞬のためらいも迷いもなく折り続けること3時間余り。で、まあ、出来上がりです。ディバインドラゴンと題されたこの作品、10年前神谷さんが高校生の時に考案した思い出深いものです。今にも飛び立ちそうな迫力。左右に広がる翼は風を受けて大きく膨らんでいます。全275工程、折った回数実に746回。これこそ神谷作品の原点でありました。いくつかのアイディアがこうほぼ完璧に噛み合ってしまうことがありまして、折る前からこれ確実に成功するなというのが分かる時もあるんですよ。やっぱりそういう時が一番面白いですね。もう自分が折るのが遅いのがこうなんかもどかしいというか。実は龍神がそれに当たります。龍神、これが一枚の紙。素材には縦横2メートルの和紙を使い、1日数時間の作業を1ヶ月も続けて完成させた超大作。この鱗、切ったり貼ったりは一切なし。目もくらむ複雑さ、なのに命を備えたかのような躍動感も併せ持った龍神。とくとご覧ください。これぞまさしく神谷さんの最高傑作。